どうもこんばんは、シオンです。今回もホラーフィールドで遊んでいきたいと思います。で、今回はですね、サイコの肉屋をやった後にサバイバージャック・メアリーを遊んでいきたいと思います。では行きましょうか。まずはフィル、そしてマーカス、リナ、最後の一人はフィル二人目。なかなかヤバい4人ですね。マップは村ですね。いきなり扉の開く音聞こえたんで右側行ってみますか。この音が鳴ってたのは正しいんでしょうか。いないんだが、ジェネレーター爆発。ちょうど逃げられましたね。1台はつけられたが破壊に成功と。で、上で爆発。あ、足跡が続いていますね。いや、まずいまずい、早すぎる。誰かわからんが、マーカスにまずはハープン当てて、右側でリナがずっと叫んでて、おじいちゃん2人。ちょっと蹴れない、蹴れない。蹴れないで下ったせいで、おじいちゃんもう一人の位置が分からなかったです。仕方ないので目の前にあるところを破壊しておきましょう。ほぼつけたと同時に破壊されましたね。で、いろんなところが爆発していると。フィル2人残しはまずいっすね。もう通電は確定でしょう。あと1人はどこだ。あ、ちょうど足跡ありましたね。助かりました。これ別のとこ開けてたら逃げられてましたね。扉の内側入って追撃と。ギリギリでしたね。ギリギリの割にはスコアも低かったですね。では次、サバイバー側、ジャック行きます。まずお相手に行くや、味方はフィルとリナ。リナ2人目と。リーナが2人だとね、痕跡残るイコールジャックかおじいちゃんなんで、なかなかね、味方も厳しい感じになるんですが、まあ、救助の早いのを生かしてね、頑張ってもらいましょう。心音が近くで鳴ってて怖いんですけどね。ジャックなんで足が速いんでね、基本的には扉の少ないマップの上側、あと寺院の中央あたりをやっていきましょう。絶妙なタイミングで爆発させて、離れるんで今のうちに助けてください。
けに行かないで、お散歩してるんだが。開け閉め禁止、音鳴らさないで。ただフィルが牢屋に入れられてる間にジェネレーター残り2台までは行ったんですけど、これはジェネレーター修理遅い勢も頑張ってると。あとは最低1台フルで直していれば、残り3人がねもう1台上げてくれると思うんで。一気に2台ついて通電まで行きましたね。ただ誰か見つかりましたね。今のうちに左側のゲート開けちゃいましょう。2人は脱出できたが1人捕まりましたね。ちょっとどこが空いてるか分かんないですけどね。下が空いてるか確認しましょう。あ、空いてますね。で、サイコが来ても懐中電灯あるんで大丈夫と。逃げましょう。13,200も入りましたね。美味しい。では次メアリー行きましょう。まあ、できればジェネレーター修理が得意なキャラが来てほしい。でまたもや肉屋で、味方はジャックとフィルでマーカスですね。ただマップはバンカー、扉多め、助かりますね。ただ開始地は上のゲート手前ですか。まあ、危ないですけどここやっちゃいますか。開幕に来ないことを祈りましょう。まあ、叫びと爆発禁止でお願いしますよ。いや、サイコが来るより叫びと爆発が怖い。なんか2人マラソンしてますけど。ジェネレーター触ってください。で、これで2台つきましたね。ただ2人はお散歩してたんで、まあ、これ以上進むのはちょっと時間かかりそうですね。まあ、できればツールキットのこの効果範囲内に1台と半分ぐらいは上げたいところ。これで残り1台になりましたね。当てた。叫び始めましたね。一度叫び始めると止まらないんで本当に怖いんですよね。で、ここついてて、ってことはマップの左側はほぼ終わってる感じなんですかね。残りジェネレーターが偏ってなければいいんですけど。で、マーカスが食らったことにより走る速度が上がりました。あった。で、通電したのでそのまま上のゲートに向かいます。開けんの遅い。ジャンボ食らう。武器止めて、おじちゃんには出てもらう。
同じ方向来てないかな。あ、残り2人も出ましたね。下側から出たんでしょうかね。すぐ右にいます。これ開いてんのかな。開いてないと割とまずいです。あ、開いてますね。よかった、逃げましょう。なんかさっきも2分59秒見ましたね。まあ気のせいでしょう。はい、ということで今回の動画はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。